この映像では感覚を磨き、食品への感受性を高め、食のリスクコミュニケーションに役立つゲームを紹介します。ゲームは数人で行います。普段は視覚の影に隠れている感覚の働きを呼び覚ますため、プレイヤーは全員がアイマスクをつけ、目が見えない状態でゲームを行います。まず行うのは、視覚以外の五感を用いる食品の体験です。映像の例では、食品として紅茶を用いました。続いて、体験した食品について考え、考えた結果を記録し表現します。この作業も、視覚以外の感覚、特に触覚を用いて行います。頭の中で考えるのではなく、横に長いバーの上でピースを手で動かしながら考えます。結果はバーの上にピースを並べた触覚マップとして表します。最後は意見交換ですが、ここでも視覚は用いません。触覚で話し合いをします。以上がゲームの概要です。では、順を追って説明します。まず、食品を感じる体験です。映像では、プレイヤー全員に1種類ずつ、合計3種類の紅茶の葉を配り、紅茶を感じてもらいます。それぞれの紅茶は、匂いも手触りも異なります。次に紅茶場にお湯を加えて紅茶を入れ、入った紅茶を味わってもらいます。それぞれの紅茶は独特な味わいを持っています。実際に飲んでみる紅茶の味は、先ほど匂いや手触りからイメージした紅茶と異なるかもしれません。次に行うのは、先ほど体験した紅茶について考える作業です。視覚を用いず、触覚だけで考えられるように、手で触れるピースを用意します。一つ目は、舌の形をしたピースで味を表します。ピースの下には磁石がついています。二つ目は、鼻の形をしたピースで匂いを表します。三つ目は触れると独特の手触りがするピースで、触れた感触を表します。四つ目は6個の凹凸で多様な側面を表し、その他の感覚のピースになります。まず下ですね、はい、触覚だけで考えるとき、座標軸になるのが映像に示すバーです。バーの上にピースを置き、ピースを動かしながら考えます。ピースの下には磁石がついていますので、バーから外れないでピースを動かせます。バーの左端には小さな穴が開いており、ここを0と考えます。また反対側、右端を10と考えます。好きな紅茶を選んだとき、とても重要だった感覚のピースは、バーの右端、数字が大きいところに置きます。自分が好きな紅茶を選んだとき、重要ではなかった感覚のピースは、バーの左端、穴に近く、数が少ないところに置きます。一旦ピースを並べ終わったら、何回も確認のためにピースに触れてピースの位置を微調整します。プレイヤー一人一人の手の動きから、その人が今何を考えているかがわかります。考え込んだときはピースを持つ手の動きが止まることがわかります。これ以上ピースを動かす必要がないと
プレイヤー全員が感じたら終わりです。視覚を使わず手の触覚だけの作業でバーの上にピースが並んだ触覚マップが完成しました。意見交換の時も触覚で行います。はい、じゃあ互いに触覚マップを交換し、じゃあそれで他の人の触覚マップに触れてみます。他の人のマップに触れることでその人の食品についての考えを手の感覚から読み取ることができます。これを男性がやってるのを見てると、あのすごいね、ピースをねきっちりかっちりまっすぐ並べないと気が済まないって言って、こう下が斜めになってたりとかじゃなく、こう平行に並んでないと、この板と、うん、以上で触覚マップによる食のリスクコミュニケーションのゲーム紹介を終わります。あなたも自分の感覚を信じ、紅茶だけでなくいろいろな食品に試してみてください。食品をより深く感じ考えることで食のリスクについての私たちの経験が磨かれていきます。